嫌な未練の青字チャンネル。はい、ということで久々の購入品紹介をしたいと思います。はい、いやー嬉しい。まあサムネでわかると思うんですけど、今回もベアブリックを買ってきました。嬉しいね。ちょっとね、抽選当たったんですけど、なかなかあの時間帯が悪くて、結構何分刻みだろう、15分刻みか10分刻みぐらいに、その俺が行ったのは15時過ぎぐらいだったんですけど、うん、11時からオープンで、11時の回、11時20分の回とか結構分けられてて、でなかなか頭の方の抽選だと当たんないかなと思って15時にしたんですけど、そしたらちょっとね、残ってるものが少なかったんですね。はい、また増えちゃいましたよ。いや嬉しいな本当に。割とね、まあ別にそのベアブリック興味ない人も多分見てて可愛いと思うので、割といいんじゃないかなと思ってますね。はい、で早速今回買ってきたものを紹介していきます。今回はこちらです。じゃじゃん、スペースジャムのやつですね。スペースジャムとベアブリック。スペースジャムって俺が中学ぐらいの時に、まあ、マイケル・ジョーダンであの映画があって、あの時ってそんなに、なんだろう、 CG とかってまだ発達してなかったんで、めちゃくちゃ衝撃的だったんですよね。このマイケル・ジョーダンの人間バージョンと、まあ、人間とこういうキャラクターたちが一緒にバスケして、まあそういうスペースジャムなんで、もう本当に宇宙からよりすぐりの強い人たちとかモンスターみたいなのと戦うみたいな感じなんですけど、で、まあ、ルーニーチューンズっていうシリーズがあって、こういうバックスバニーとかのシリーズなんですけど、やっぱりバックスバニーってやっぱ特別で、なんで今回これで買ってきました。嬉しいですね。でまあこの間って言っても1年ぐらい前かな、またスペースジャムが十何年ぶりにリメイクみたいな風にされて、そのマイケル・ジョーダンのところをレブロン・ジェームスがやってるっていう感じであるんですけど、まあ何のこっちゃ分かんないですよね。とにかくいつもだいたいこうやってクマじゃないですか、クマじゃないですか、ベアブリックなんで。だけどこういうウサギバージョンみたいなのもあるんですよ。だいたいこれ全部28センチなんですね、クマの高さが。だけどこれは30センチという、俺初めて、あ、32センチか、4センチ長いんですね、っていう感じで、まあ、開けていきたいなと思います。では開けていきたい。あ、そう、気づきました、言うの忘れてたんですけど髪の毛切りました。ちょっとね、この長さだったら前髪も作れるかなみたいな、ちょっと少年みたいになってます。はい、ということで開けていきたいと思います。いつもさ、スニーカー買ったら俺匂い嗅いじゃうの。ベアブリックは、あー、こういう匂いなんだって感じかな。いきます。じゃーじゃん、箱も可愛いから、もう箱とかが溜まりすぎちゃって、もう靴箱とかこういうベアブリックの箱もね、一応取ってるんですよ。皆さん捨てちゃいます？結構コレクターってやっぱ捨てれないんですよね、箱まで作品だと思ってるんで。はい、よし、開けますよ。マジで、お、これですね、32センチのウサギちゃんと、こちら 100%、100%、400% っていう言い方をします。で、それプラス 1000% っていうのがありますね。じゃあ開けていきますよ。ちょっとテープで、これが最近こういうなんか鑑定の正規品証明書っていうのがついてきます。あら、紙ぐちゃぐちゃに。いきます。ポンポンポン。嬉しいね。
こんな感じで丁寧に梱包されてます。さっき料理して手がちょっと油っぽいんであんま触りたくないんですけど、いきますよ。スポン、スポン、これがサムネになると思います。めちゃくちゃ可愛いじゃん。いいね。なんかマットな感じでちゃんと綺麗に、ヒゲのところも細かく色が分けられていて、チューンスクワッドって書いてあってユニフォームですね。あと尻尾もあるし、で背番号が1番いいね。で足裏がこんな感じですね。はい、嬉しいね。まあこうやって、まあ、いつもこれ見せてるもんね。こんな感じで座らせて置いておくこともできますって感じです。はい、じゃあこの 100% の見せますね。 100% のはちょうど同じぐらいじゃない。こうやって体が回りますし、手も動くし、はい、かわいいね。ってことで俺はもうこれとこれのおかげで今日は幸せです。はい、なので回しました。ちょっとサムネとかもね、前回のとかサボっちゃったりしてたんで、ちょっとちゃんとサムネも作りたいなと思ってます。最近コメントが多くて嬉しいです。ほんとコメントしてくれる方たちマジでありがとうございます。なんかね、やっぱ反応も嬉しいし、なんか何分何秒のどこどこが好きっていうコメントも嬉しかったし、なんかどんどんねコメントとかくれたら嬉しいなと思います。かねちゃんとかけいちゃんとかともコラボしていきたいなとは思うんですけど、ちょっと連絡待ちです。はい、というわけで最近はまあ台本書いて直して書いて直してっていうのをやってます。頑張ります。じゃあね、バイバーイ。